皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、苦しみがあるから幸せを感じられるということについてお話ししてみたいと思います。よくですね、まあ私なんかも虫歯になったりすることとかありますけれどもね、すごくたまにですけど、そうすると痛いですよね。普通に歯が痛い、そうするといろんなことが滞ったりすることがありますよね。歯が痛いがゆえにイライラしてしまったりとか、食べたいものが食べられないとか、まあ、早く歯医者さんに行って直そうって思ったりとかね、することありますよね。あとはまあ体で言うとぎっくり腰になったとかいうことになると、その腰がどんなに体の中の重要な部分を占めていたのかっていうことで、腰を使う動作が案外多いことに気がつくんですよね。洗面化粧台って低いんですよね、若干ね。でそうすると歯磨きをした後にちょっと腰を曲げてうがいをするっていうのがもう非常にきついとかですねもうあらゆるシーンで寝て起きるっていうのも腰って案外使うんですよね、起き上がるっていうことに対して。でそれが腰がそういう状態になって初めて気がつく自分の体の健康であることのありがたさとかね、ありますよね。なのでそれと同様で、まあ、苦しいことっていうのが例えばいろいろ次から次へ押し寄せてる時に、なんで私だけ、なんで自分はそうなんだろうって思うのかもしれないんだけれども、それによってそうじゃない状況に仮になる時期が来たら、明けない夜はないっていうことで必ず朝は来るんですね。でその時にそういう幸せを感じられる自分でいるっていうのはやっぱり幸せなんだと思うんですよね。それは対比があるからそれを喜びとして感じる、虫歯になったから虫歯じゃない歯をありがたいと思い感謝をし、ぎっくり腰になったから通常運転の腰であることに、健康であることに感謝をするっていうのと同じように、苦しいことがあるからそうじゃない環境にありがたさを感じるっていうのはね、あると思うんですよ。ね、私自身も学生時代とかは、まあ、どちらかっていうと暗黒の学生時代で、学生なのになんでこんなに稼いだりとかしたりとか、みんなが遊んでる時にバイトをしたりとかしないと私のね参考書すら買えないみたいな、なんでこんなに貧しいんだろうっていう風にね考えてもよかったんですけれども、忙しくってそれすら思う暇もなかった、なんでっていうことは思わなかったですね。今お金がない、だから稼ぐしかないっていう感じで、確かに同じ同級生羨ましいなと思ってたことはねありますけれどもね。だその分なんだろうな、勉強が嫌いとか親に言われて仕方なく大学を行ってるっていうような人とかもねいましたけれども、私は大学に行きたくても一浪とかも許されない環境で、しかも入学金が用意できないっていうのが分かった瞬間に、まあ、自分で稼いで、学校に行くってことを決めたので、大学よりも専門学校の方が手っ取り早かった、奨学金をもらえそうだからっていうことがあって、進路をねそちらに選んだ人でもあるので、普通に大学進学ができたり勉強することができる環境を持ってる人っていうのは、それがありがたいことっていうのをやっぱり感じなかったりするんですよね。だから苦しいことがあれば、それってどんなに貴重なことで素晴らしいことなのかっていうのが分かっているので、今でも私は学びをいろいろとしていますけれども、自分が稼いだお金で学んでっていうのはやってますけれども、それはそれができなかった時代があるから、その環境に感謝しながら知識を吸収しているっていう、そんな感じなんですよね。だから苦しみが、自分の中で苦しみだっていうふうに思ってることがもしもあったとしたら、それは必ず、終わる時が来るし、終わった時には逆にいい状態になった自分を感謝することができると思うので、その段階で幸せっていうのを感じることができると、その人は幸せになれると思うんですよね。ですから苦しいことは確かに苦しいかもしれないけれども、必ずそれを感謝できる時期が来ると思いながら、前へ前へひたすら地道に進んでいくっていう時期も、もしかしたら必要な時があるかもしれません。まあ、そんな時にはちょっと
そんな私の言葉を思い出していただければいいなというふうに思います。それでは